はい、どうも、白熊先生です。今日のやばいニュースはですね、第二の小山田圭吾なんて言われてるですね、絵本作家のぶみさんの二大炎上案件に関するニュースとなっております。はい。これ何かというとですね、つい最近ですね、アーティストの小山田圭吾さんがですね、過去にしていた障害者いじめ自慢のインタビュー記事が発掘されてですね、その結果ですね、東京五輪の参加をですね、辞任するということになりましたよね。そしてですね、その後にですね、絵本作家ののぶみさんという方がですね、そのね、東京オリンピック・パラリンピックに関わることが決定したんですけども、今それについてですね、世間がめちゃくちゃざわついてるんですね。では何かっていうと、のぶみさんっていうのはですね、過去にいろんな炎上案件だったりとか、炎上行動をしてですね、まあ、いろいろと評判が結構悪かったりする方なんですよね。まあ、だからですね、いやいや、これ完全に第二の小山田圭吾じゃんっていう状態になってるんですね。で、ちなみになんですけども、今までどんなですね、炎上案件があったのか、まあ、例えばなんですけども、教師に対してですね、その腐った牛乳を飲ませたりとか、もしくはその黒板をね、ぶん殴ったりとかして、それで女性教師を泣かしたりとかですね、そういったことをですね、武勇伝のようにですね、自分の本の中で語ってたりするんですね。まあ、ちなみにその辺のことに関してはですね、大まかな内容に関してはこの概要欄に貼っ付けてあるですね、この動画、まあ、僕の YouTube 動画なんですけど、そちらの方でも説明してるんで、よかったらそちらの方を見てください。はい。でですね、今回この動画で話したいのは、そのですね、のぶみさんがいろいろやらかしてしまってる件の中でもですね、二大巨頭とも言えるべきですね、体内記憶っていうものとですね、あとママがお化けになっちゃったっていう絵本のですね、トラウマ的内容、この二つに関してはね、ちょっと話していきたいんですね。はい。じゃあまずですね、早速この体内記憶の方から話していきたいと思います。で、この体内記憶っていうのは要は何かっていうとですね、子供とかがですね、生まれる前に起きることがもう決まっているみたいな、まあ、ざっくり言うとですね、そんな感じの思想といいますか考え方なんですね。で、ちなみにこの件に関してはですね、一切ですね、そのね、科学的根拠とかそういうものはないですね。はい。まあ、ただ、のぶみさんが言ってるものなんですよ。でですね、のぶみさんをですね、主にインスタグラム等でですね、こう、短い詩みたいな感じでね、それを書いて、その世の中にですね、発表してるんですけども、それがまさにですね、ちょっとね、やばいと言いますか、うん。結構ですね、批判が飛んでるね、内容なんですよね。まあ、つまり、例えばこう、病気を持って生まれた子供だったりとか、生まれてから虐待してしまう子供なんてのも、やっぱり世の中に一定数いるわけじゃないですか。で、そういった子供たちもですね、いわゆる、そのお母さんのことを選んで生まれてきたんだよと。ね。うん。生まれる前からそれが分かっていたんだよと。で、分かっていて生まれたんだよ、みたいな。まあ、そういった内容なんですよね。で、そこに関しての、まあ、いわゆるその批判がね、殺到しているわけなんですよ。はい。まあ、例えばなんですけども、中絶とか流産してしまう子供が世の中にいますよね。そういったその中絶や流産もママのお腹の中に入る前にそうなると知っていて入ってきたんだよみたいな、もうそういうこと言ってるんですよね。うん。もうだから本当にその世の中に起きる、もう子供に起きる不幸な未来っていうのはもうすでに決まっていたことなんだみたいな、うん、そういったことをですね、すごく発信してるんですよね。うん。まあ、だから、例えばなんですけども、生まれながらに重い病気になっちゃう子供もいるじゃないですか。ね。そういう子供っていうのは結局、その神様からですね、その病気を持って生まれても耐えられるママを選んで生まれてきたんだよとかですね。まあ、そういった感じの思想なんですよね。うん。で、この辺がですね、結構ですね、うん。批判の的になってると。はい。あともう一個言うとこんなんもありますね。自分が生まれたらひどいことされると、生まれる前にすでに分かっていて、お母さんのお腹に飛び込んだんだよ、みたいな。そういったことをすごく発信してるんですよね。で、これに関してですね、まあみんな、いやいや、ちょっとやめてくれよ、そんな気持ち悪い思想、みたいな感じで批判が飛んでるんですよね。まあでも確かにね、そのね、言いたい気持ちもわかるんですよ。というのは何かっていうと、その子供は、まあ確かに世の中の子供にはですね、生まれてしまった環境だったりとか状況によってですね、すごくですね、こう悲惨な目だったりとか、ひどいね、目に遭う子供やっぱり一定数絶対いるわけじゃないですか。でもそういった子供たちにですね、こうなることが決まっていたんだよって言って、なんかものすごくなんか残酷じゃないですか。残酷。うん。やっぱりその大人でもそうだと思うんですけど、自分がものすごく理不尽な目だったりとか、自分に直接責任のないことでですね、そのね、ひどい状態だったりとか、ひどい目に遭うことって生きてはいくらでもあるじゃないですか。で、そういう時にやっぱり大人子供関わらずですね、なんで自分ばっかりこんな目に遭うんだみたいな風に、すごく自分の運命を呪ったりとかするじゃないですか。ね。でもそういうそういう時にそんな子供に対してですね、こうなることはね、決まってたんだよ、生まれる前から分かってたんだよみたいな、それってそんなこと言うというのがめちゃくちゃ残酷じゃないですか。ね。特にちっちゃい子供にそんなこと言えますかって話なんですよ。君がこんだけひどい人生を今送ってるのは生まれる前に全部決まってたことなんだよなんて、こんなこと言えますっていう話なんですよ。それ聞いたらマジで子供とか、いや本当リアルに自殺とかしちゃうんじゃないかなって思うんですよ。それくらい僕残酷な言葉だと思うんですよね。うん。まずこの体内記憶っていうのがですね、まず一つ目のね、この案件です。
はい。で、二つ目は何かっていうと、ヒット作の絵本でもあるですね、ママがお化けになっちゃったっていう作品なんですね。この作品はですね、うん十万部売れてる大ヒット作品なんですけども、いわゆるですね、絵本界のタブーを描いて大きな反響があった作品でもあるんですよね。はい。で、結局この作品の内容って何かっていうと、いわゆるですね、まあ、ママがお化けになっちゃったっていう内容からわかると、タイトルからわかる通りですね、要はママが死んじゃうんですよね。死んじゃう。うん。で、それがですね、絵本界における最大の禁忌なんですよね。はい。で、実際問題ですね、この絵本を読んだですね、子供たちがですね、よくあるじゃないですか、こう、幼稚園とか読み聞かせってんですが、先生がこう、絵本開いて何とかでどうのこうのって読んだりするじゃないですか。ね。で、こういうのでですね、その絵本をですね、読み聞かせされた子供がですね、いわゆるその、大泣きしちゃったりとかしてですね、もう、パニックになっちゃう子供とかがめちゃくちゃ多かったらしいんですよね。まあ、つまり、その、お母さんが死んじゃう、お母さんがいなくなっちゃう、みたいなことを知ってですね、それうわーって怖くなって泣いちゃったりするパターンが全国で多発したんですよね。で、実際問題その結果ですね、その絵本だったりとか本屋さんに近づけれなくなっちゃうですね、子供だったりとかですね、あと夜泣きをすごいする感じになっちゃって、夜になるとお母さんがいなくなってしまうかもしれないみたいな、そういう不安からね、夜泣きして大暴れする子供だったりとか、そういった子たちがですね、すごく多発したわけなんですよね。うん。はい。まあ、でも確かにそれはそうで、というなぜかっていうとですね、これって対象年齢が3歳から上、3歳以上になってるんですよ。3、4歳、5歳とかそのくらいですね。で、それくらいの子供たちからすると、親っていうのは世界そのものでありですね、絶対的な存在なんですよね。うん。まあ、今ですね、大人になればですよ、自分でお金を稼いで独立して好きに生きていけると思うんですけど、子供の頃っていうのは家が自分の中の常識であり、世界そのものじゃないですか。ね。世界そのもの、ルールそのものが家庭なんですよね。だから親の言うことって絶対だったじゃないですか。でもっと言うと、その3歳とかそのくらいの時なんて、死とかそういう概念もないじゃないですか。人がなぜ生まれるのか、なぜ死ぬのかとか、もうてかね、そもそも生と死が何かさえもよく分かってないくらいですよね、3歳くらいって。うん。で、そんなね、年頃のね、その子供にですよ、お母さんが死んじゃうんだ、死とはこういうものなんだみたいなことを教えたら、それは不安になるに決まってるじゃないですか。ね、だって先ほども言いましたけど、それくらいの年頃からの子からするとですね、親っていうのは自分の世界そのものだから、だから自分の世界、この生きてる世界そのものがですね、なくなってしまうんだよってことを言われるみたいなもんじゃないですか。こんな怖いことありますかって話なんですよね。はい。で、子供たちがめちゃくちゃ泣いちゃうんですよ。はい。じゃあですよ、じゃあここですごい大事なんですけど、なんでじゃあそんな絵本が売れたんだっていうふうに思いますよね。で、その原因は何かっていうと、このノブミさんのですね、絵本のスタイルにあるんですよね。というのは何かっていうと、これノブミさんの絵本にですね、よく言われることなんですけども、ノブミさんの絵本っていうのはですね、そのお母さんを対象に売ってるんですよ。お母さんを対象に。うん。ね、つまりその絵本っていうのは本来子供のため、子供の教育のために売るものじゃないですかね。でもそうじゃなくて、お母さんに対してですね、そのね、対象としてのぶみさんっていうのは絵本を売ってるんですね。だからこそそこにですね、一定数のですね、強力なファンを抱えてるわけなんですよ。で、だからこそ子供の存在を無視してる、だからこそこういった絵本になっちゃうんですね。で、実際問題なんですけども、このね、絵本に関してですね、のぶみさんはですね、こう言ってるんですね。それは何かっていうと、このね、ママがね、そのお化けになっちゃったのっていう本に関して、子供がどんなに嫌がったとしても無理やりね、聞かせてください、続けてくださいって言うんですね。この本を読み聞かせてくださいとね。そのうち反抗しなくなってですね、お母さんの言うことをよく聞く、いい子になりますよっていう風にね、言ってるんですね。はい。これつまりどういうことかっていうと、この絵本を読ます目的は、お母さんの育児がスムーズにいくように、お母さんの言うことをきちんと聞く、子供がね、育つようにするためにこれを聞かせてくださいって言ってるんですね。それってじゃあ誰のためなんですかって話なんですよ。お母さんのためじゃないですかって話なんですよね。うん。育児で大変な子供がなかなか言うこと聞かないでね、大変なお母さんいますよねと、そんなお母さん、この本を聞かせてください。この本をね、子供がどんなに泣こうが、わめこうが、何回も読んでください。そしたら、反抗しなくなりますよと。ね。まあ、それはそうですよね。先ほども言いましたけど、これを読んだら、あ、親がいなくなってしまうかもしれない。あ、怖い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 ってなって、お母さんいなくならないでっていう風になって、言うことを聞くようになるわけですよ。でもこれって、子供のための本かなって話ですよね。うん。お母さんの育児をスムーズにさせるための、お母さんのための本なんですよ。だからそれが、いわゆるそのね、絵本業界において売れてはいるんですけども、めちゃくちゃですね、批判の理由がある理由なんですよね。絵本ってそもそも何のためにあるのっていう話なんですよ。ね。絵本は子供のために存在するものでしょっていう話だし、うん。で、まあ、もっと言うとですね、その、確かにね、お子さんに、そのね、お母さんと、言うことはちゃんと聞きましょう。お母さんを悲しましちゃいけないよ、みたいな、そういう絵本をですね、書くのも僕はすごい大事だと思うんですけど、でもやっぱり方法がまずいじゃないですか。ね、お母さんが死んじゃうっていうですね、死をね、扱ってですね、子供にを怖がらせて、ね、お母さんいなくなっちゃうんで、お母さん死んじゃうんだよってことを、子供に突きつけて、ね、死や生の概念もないような子供にそれを突きつけて、子供、うわー、怖い、うわーっていう風に刺して、親の言うことを聞こうってさせる漫画、ね、その絵本って、何それ
いって話じゃないですか。ね。うん。その言うことを聞かそうとするのは別僕はいい話だと思うんですけど、そのための方法がこれっていうふうにね、思っちゃいますよ。まあ、だからこそこの作品はですね、売れてるにもかかわらず批判の声もめちゃくちゃ多いしですね。そして、その一部のですね、そういったこの本をね、読み聞かせることによって子供が言うことを聞くようになりましたみたいな親も一定数いるんで、その人たちからはやっぱりちゃんとね、一定数のその評価を得てるっていう形なんですね。はい。まあ何にせよですね、今こういったですね、まあ僕は今回ですね、そののぶみさんのね、炎上案件の二大巨頭である体内、記憶とですね、そしてママがお化けになっちゃったに関して説明しましたけど、他にも本当いろいろあります。そしてもしかしたらこれはですね、これから先どんどん発掘されてですね、大炎上になる可能性が僕は高いと思っています。まさに第二の小山田さんみたいに、そしてですね、最終的にはですね、やっぱりね、辞任しますみたいな流れになっちゃったりするのかなっていうふうに僕は思っています。はい。果たしてどうなっていくのか、ちょっと見守っていきます。というわけでですね、今日はこの辺で終わります。この話にですね、ちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントありましたらね、ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。